やっほー、みやこです。みやん、今日はですね、ちょっと衝撃的なお話をちらっとしたいと思います。なんか前、女の子の日の話をした時に一緒にしようと思ったんですけど、私するの忘れてたので。いや、皆さん、タンポンって見たことありますか？こう、なんかこういう棒状のなんか面みたいなのがプラスチックのカポっていう中に入ってて、紐が出てるんですけど、生理の時に入れとくと、まあ、何時間かそのきちんと漏れずにとどまってくれるんですよ。で、実はみやこ中学の時に水泳部だったんですよね。で、あの水泳部って大会とかあるじゃないですか。で、大会の時に生理当たっちゃったら、それそのタンポンをはめるしかできないんですよね。まあ、あとは薬でずらすとかもできるんですけど、ちょっとハードルが高かったので。で、みやこが初めて大会で、県大会とかちょっと大事な大会だったんですけど、まあ当たっちゃったんですよね、その生理が。で、まあちょっと友達についてきてもらって、なんかこう扉越しで、みやこがこうトイレに入ってて、で、その扉のこっち側に友達がいてみたいな。で、その子は結構タンポン熟練者だったんですよ。で、なんでよくこうやって立って、こうやってこう頑張って入れてたんですけど、まあ、なかなか入んないんですよね。しかもなんか、ちょっとこう入れ方を間違ってたと思うんですけど。で、あのなんかどうやって入れていったらいいのかがなんかもう全然わかんなくて、で、どうしようどうしようって言って ってたら、その扉のこっち側に行った友達が、もうやばいよみたいな、時間来ちゃうよみたいな感じで、もう大会でなんかプールサイドに入んなきゃいけない時間が来ちゃってたんですよね。で、だから、あ、やばいと思って、もうこれは恥を忍んでいや、もう入れてもらうしかないって思ったんですよ、その友達に。もうその時はめっちゃ焦ってたし、これにこれで入れないでプールサイドでこう歩いてて血をばらまく方が絶対やばいと思ったので、ごめんみたいな。今扉開けるから、あの私のに入れるのを手伝ってくれないって言ってそうなんですよ。もうその子も、もうでも時間がやばいことも分かってたんで手伝ってくれましたこう扉開けて入ってきて、もう水着着てたんですよね、競泳用のこうビシッてしたやつで。それで、まあ、迷惑がこうやって立ってて、その友達がこう座ってて、こうなんか、いや、これをこうこうこうしてこうだから、ちょっとやってみてみたいなそのめっちゃその子に見られてる前で入れて、まあ、うまくこう、なんていうんですか、紐だけがこうちょろって出てる状態にたどり着けました。これめっちゃ多分忘れられない思い出ですねその子も一体どんな思いで、あの目の前でみやこがそれを挿入するところを見てたのかなっていう、まあめっちゃ気になりますよね。そんな感じで女の子あるあるでした。今日は短い動画ですね。そろそろ4万人かな。4万人企画もやりたいと思う、やるので楽しみにしててください。バイバーイ。